司会だったスルアザーガーイエーイザッザッいいねザッザッになってるルールを説明しますと、はい僕が皆さんのお話を聞きまして、はい、ゾッとした雑学を披露してもらいます、はい、そして、一番ゾッとしたやつを僕が独断と偏見で決めていくわー、はい、ここがミソです。毎回ちょっとね、ベッド額が上がってきていると。今回はいくらにしますか？1万500円。1万バカラで換算が狂ってますね。なるほど、2万ベッドです。2万ベッド3000円違ったっけ。あー、そうだね、勝った。これが勝ったら0円にします。あー、やばい。はい、1万円。はい、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 恭平。うわー、いいですか。持ってるやん。3000。じゃあ優勝賞金1万8000円でよしやっていきます。やっていきます。カニとか好き？あれ、内臓だけじゃなくてカニのうんこも入ってます。うーわ、実はそう、あれ結構みんな飲み方これどうしよう。なんでめぐわでしょ。味が美味しい。敵を殺すために全員リアクションを取らないっていう。いや、じゃあえ、濃くない。これマジで濃くない。ムカデよりさらに足が多いヤスデって知ってます？皆さん、あの世界一でかいヤスデを紹介します。うわー、これ体長40センチ。えっか、やば。南アメリカに生息してるんですけど。ちょっと待って、お前リアクション取れよ。だってせこいもん、お前。せこくねえよ、別に。俺もします。しましょう。そんな簡単に虫虫虫で優勝できないでしょ。そうですよ。まあまあまあ、ね、今日自信たっぷりみたいなんでね、この。あ、そうじゃん。埼玉県に住んでる。俺はもう正義は虫はもうゾクゾクしないと。してるけどね。いや、もうしないの、もう飽きてんの。ってことで虫で行くんだけど。行くんかい。寝てる間にゴキブリ食ってるよって話知ってる。ああ、もちろんもちろん。食う可能性があるって言われてたから。確実に食ってる虫がいます。おー、クモです。20代半ばぐらいになると1人 2,3 匹は確実に食ってます。へえ。なのでみんなはクモ 2,3 匹食ってます。あれ人生苦手。人生の進み方苦手なタイプ。スパイダーマン。進み方得意なタイプ。皆さん、鶴います？鶴。鶴ってなんか一箇所だけさ、あれなんであそこだっけみたいなとこない？赤いやつ。頭赤いやつ。赤いところ？あそこなんで赤いか知ってる？あれ頭部に毛がなくて皮膚むき出しになってる人、ブワーッつってここが。脱落だよな。ゾは全くない。本当に。自分のワン。これが進んでったの何だったんだ。すげえ、この次はすごいからいいよ。すごいと思う。ゾは全くない。もう俺話長いからいつも。もうパスと思う。世界一でかいゴキブリを知っていますか皆さんっていうことです。はい、これです。あ、でかいな。ただこれだけではなくて、ゴキブリって基本的に害虫扱いされていると。こいつは害虫扱いされていません。おお、はいはいはい。なので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 やばい、超下手だ、やばい。すげえ、口震え。なので本見出そうかな。おっ、今まで俺はね、7回やってきて、ちょっとね、うん、ちょっと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 今まで俺はね、プライド持ってたんだ。虫はやんねって。なるほど。あ、今日は虫やんなかったんだでしょ。緑虫やってた。違う、やってた。ポテトチップスって言ってた。抹茶の。おい、話聞けよ。俺は今日そのプライドを捨てる勝ちねえからな。スーパーワールドみたいなことで。コアプライドが立った。新種の寄生虫の症状が出た人がいます。っていうのはアメリカで目から14匹寄生虫が出てくるっていう事件が起きました。それをきっかけに世界中でどんどん広まってる。日本にその寄生虫来るのが来年って言われてる。画像があるんで知ってください。はい、あー、これです。ロワロワって言います。え、それ見たことあるわ。地面に降りて、その寄生虫って、この足から入っていくんだって。こっから、どんどんと這いずり回って上行くんだって。で、その、しかも這いずり回ってる跡も見える、ちゃんと。赤くなったところ、うわーって赤くなって。
一回脳をちょっと食べてから目に入って目から出てくるんだって。麻酔しちゃいけないらしい、この寄生虫っていうのは。麻酔したら卵を産んでまた広がっちゃうから。うわ、うわ、やばい。そう、麻酔出して、やばい、直接やばい、差し込んで治療してきた。え、うわ、それが来年に来ます。えぐいな。ちゃんと雑学で、あ、やばい、強い。ショーを見てる人ためになる雑学じゃん。以上でございます。なんで締めが出口やん。じゃあ、シャンクスさん。シャンクスさん、新しい時代にね、帽子かける人。なるほどね。シャンクスじゃん、シャンクスやってるじゃんと。そう、シャンクス風に。シャンクスなんだ。そう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 。この戦争を終わらせに来た、はい、ってことでやっていこう。アメリカでご飯を皆さん食べました。アメリカご飯。アメリカのご飯。アメリカご飯。この食べ方やったら。ローさん、ローさんでいいでしょ。お前ら、アメリカで飯は食った。何食ってる？まあ、ハンバーガーとかです、うん、そういった料理缶詰とか使われてるな。アメリカでは基準が緩いから、幼虫まんま入ってでも罪には問われない。え、何の話？普通に話さないで。入ってこない。そんなんすんか。普通に喋ってる。お前らがやれって言ったんだろ。俺もうだから、もう虫今日多すぎ。虫一番ね、はいはい、我々が100番線。クジムシって、あの皮膚が好きなの知ってますか？それ一番あの好きな場所って足の皮膚なの。普通に部屋とかでこう歩いてて、クジムシが入って実際にかかとで卵をすんげー産んで、で、ここのかかとら辺が神経死んじゃったっていう例があって、そのかかとを切り落とした断面図があります。待て、やばい。わー、だやばい。大丈夫っす。うわ、ちょっともうグロすぎる。もしかしたらモザイク必要かもしれないな。ドン。あー、もう無理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 、え、無理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 、あ、やばい、これやばい、これ誰が起きてもおかしくない。うわ、キモ。話し方が下手。俺もう、ちょっとここやるわ。雑に話してから画像見せたから。そう、そうやったらすごかったね。皆さん、チーズ好きっすよね。まあ、表面は嫌いだけど、大好き。いつだからチーズ、もうきっと食ったことあるでしょ。大好きよ。これ、カースマルツっていうチーズがありまして、このチーズって、変な神経をヤバくするんですよ。ヤバくする。危険性がめちゃくちゃ高い、うん、高くて、あの今表上で販売しないよね。なんと日本で販売されてるんですよ、これ。今裏での裏の社会でいろいろ取引があって、これ危険性があるから安いのよ、チーズが。だから、え、ここのなんか料理安くないみたいな、その料理カーツマルスがいるかもしれません。カーツマルスはチーズは賠償、チーズは賠償、チーズは賠償。あ、そうそうそう、大丈夫かも。変な神経ヤバくなってない。処刑法で結構エグいのあったんで、それを言おうかな。処刑しようか、お前。ネズミ系って言うんだけど、こう人を仰向けで寝かして、その上に金属でできたボールにペスト菌に感染したネズミをいっぱい入れるので、それを寝てるところに逃げないようにして、こうかぶせる、お腹に。いきなり密閉になったネズミがパニックを起こして超暴れるの、ここで逃げようとして、どんどん腹を食い破っていく。ネズミの体力が落ちてきたなってなったら、この金属でできたボールに温めるのよ、これを。これを温めることで、よりネズミを大パニックにさせて、めちゃめちゃ暴れさせる。うわ、怖いです。おー、これはえぐいよ。いいね。ちょっと違う角度から、ね、結構死刑系俺結構好きなの。おー、お前じゃないよ、別に。引き惚れちゃった。結構周りフォローしてくれる。エンジェル投資家かな。それではおさらいタイムに入っていきましょう。恭平が、カニ味噌と目から、ハニミソと目から寄生虫、リボンが野生とロー、野生とロー、ロー、野生とシャンクス&ロー、クモ食うやつとかかとウジ虫、あーに住んでると見せかけて絶対ピー、了解。大気がチーズ、昔話だよ。古代なコケムリと、あの処刑ネズミ、強いな。はい、結果発表に移ります。いけ、あー、いけ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 、よしよし。第8回ゾッとする雑学王は、恭平。
えー、まあ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 そう、結構ハイレベル、ハイレベルだったね。あれ俺、俺、他とのウジ虫はあれは県外なんだドッとする画像だったら向いてね。 1500m 走ってんのに、あの 100m 走のタイムは世界新記録みたいな意味ないやつなんだ。答えめちゃめちゃうまいんだよなオールスター感謝祭の最初の猫ひろしうまいターボのめっちゃドッとしたんだよ。何が大事かって言ったらゾウじゃないですか。そう、そこです。こいつの何がすごいって来年来るっていうところですよね。まあ確かに、やもう来るわけですよ。やってくるっていう、お前それ来なかったら1万する募集だから。おかしいやつ。1万8000円賞金をね、授与してください。もうボリ金持ちだから大丈夫でしょ。全然ねやるよ、有り金だよ。はい、ということでこちらですね、1万8000円はぁ、1万8000円。ゾッとした方はチャンネル登録がよろしくお願いします。それでは次のゾッと世話しましょう。バイバイ。